どうも、こんばんは、エナムです。今回は、東京グールリインボーク。現在復刻しております美食家の罠、VS 築山柊なんですが、こちらのクエストに、こちらのパーティーで挑戦していきたいと思います。10日統一パーティーですね。で、まあ中身なんですけど、こちらのカグネダス10日、これが熟練度 100% 武器評価マックスにしています。はい。まあ多分使ったことなかったんじゃないかな。10日系のキャラ、珍しいのはここら辺ですかね。この風に揺られる神10日なんですけど、誕生日10日ですね。誕生日限定の10日となっております。これね、リニューアル前にスキルの映像が結構、東京グルのオープニング、アンラベルのオープニングの10日なんですけど、まあめちゃくちゃ良かったやつですね。で、こちらもフェス限の10日ですね。まあまあまあ、いいサポートキャラなんですけど、熟練度が上がってないんで、まあそこまでですかね。味方と、味方の前衛攻撃力と防御力を 1.5 倍ずつします。で、毎ターン体力は 10% 回復する、持続回復ですね。まあ3ターンの間なんですけど 10% 回復します。これ熟練度上げるとね、確かどんどん倍率上がっていったんじゃないかなと思います。まあこっちのやつ、さっきのフェス限のね、1.5 倍攻撃力、防御力してから持続回復 10% のやつに比べて、こいつはその場で体力を、10% 回復する。だから即座に回復したいのか、まあ、ちょっと一旦次のターンまで待って 10% 継続して回復するのかっていうのをどっちかって言われると、まあどっちなんだろうな、まあ、速攻回復したい感はあるよね、使うんなら、うん、でですが、まあこんなもんかな。正直熟練度この中で一番上がってんのはこいつと、まあこれこのいつの後ろにいるこの10日はイベントの10日なんですけど、これは麻痺を状態直し、と味方全の体力を 30% 即座に回復みたいな感じですね。まあ、戦い方としてはまず攻撃力と防御力 1.5 倍ずつ上げたいね、こいつで。うん、まあこんなとこですかね。はい、じゃあ行きましょう。勝てるかな。バキバキにしてやる。いいね、この、待って、RE の10日、やっぱさ、でかいよな。何がとは言わないが、でかいよな。成長してるな、2年で。2年だよね。今、パッて言ったけど、2年でいいのか。そんなワンピース感覚でいいのか。とりあえず、カグネ出すとこまでは持っていきたいね。築山に入った瞬、前のターンぐらいでカグネ出しとこうか。まあ、みんなのスキル貯めてね、行きましょう。まあ、普通に殴ってもいいのかな、ここは。いや結構これカグネ出したらいいかって言ったけど、削れない可能性があるから普通にこいつカグネ出させるか。まあ、こう普通に殴っていいからカグネ出して、とりあえず、わあブレイクしちゃったか。あ、なかなか苦戦するなこれ。全員う、前言ったっけ、なんか全員うかくとかで一回やってみて、この、遠方からの射撃だけで。10日の格ね、すげえペラペラなんだよ。あ、しかもバタバタしてる。こんなんだったっけ、もっと立ち姿とか、あれだと思ったんだけどな。スキル打っとこうか、ここで。じゃあ。かっこいい。一つもねえんだよ。これあれだね。映画、言うのさっき忘れた、これ映画再現なんですよね。この築山 VS 10日。しかもこの、まあでもレストランだからね。そう、レストランだからな。これは教会だったらよかったのかな。味方の防御力と攻撃力、ここで 1.5 倍にしとくか。多分次、築山だよな。ここで一旦攻撃力 1.5 倍にして、さあ最後の築山どうなるかな。武器耐久値がこれ 10かな、これはあるんで、まず打って、こいつどれが削るんだ、3だっけ、あ3だね。武器耐久値マイナス3で、10日に回していきましょう。待って、この RE の、やべ、10日ちゃんのあれ忘れたんだけど、打ってみようか。アタックポイントプラス2なんだ、いいじゃん。ブレイクするまでで、多分これ10日シフト使えば、10日シフト使えばっていうか全員10日なんだけど全員10日なんだけど、
真ん中のやつリフト使えば全然いけたわ。でブレイクしていこう。てめえのもんなんか一つもねえんだよ。いいね、いい火力よ。これ倒せるな。よし案外苦戦するかと思ったけど、なかなかこの RE のトーカちゃんの性能が良かった。あとこいつが熟練度 100% っていうのがいいね。ここにてめえのもんなんか一つもねえんだよ。はい、ということで今回美食家の罠トーカ統一パーティーで、まあ映画もあるしね、もうそろそろ1ヶ月ちょっとで、東京グール実写第2弾の、レストラン編ですね、グールレストラン編の映画が公開されるので、まあそのね、前祝いということで今回このクエストをやってきました。ではまた次回の実況動画でお会いしましょう。お疲れ様です。